はいえっ、ー、とレジェンドイベル6のプロデューサーの平林義明です。どうもこんにちは えっとね、まず3つではなくて実は4つあって、えーっとまあ、その4つをどうして分けたのかっていうところが分けたわけじゃなくてまずディレクターが、えー、群像劇っていいいううののを表現しししたたところから、えー、6のコンセプトトはスタートしましたなので群像劇を描く中でやっぱりいくつかのストーリーが絡み合っていくっていうところを伝えたかったので、えー、っと4つっていう複数のストーリーにしてます。 そうですね、えーっとまあ、基本的には同じステージで、えー、っと遊ぶので敵地でか全然変わるかっていったらそういうわけではないんだけれども、えー、いろいろなクロスオーバーのステージによっては、えー、っとパートナーが変わったり、まあ、そのキャラクターでしか、えー、っと展開されないようなシチュエーションっていうのも、えー、ところどころ用意してるんで、えー、っと本当にレオンで、えー、クロスオーバーのポイントに行った時とジェイクでクロスオーバーに行った時と少し、えー、と少し ずつ、えー、シチュエーションが変わってきます。<music> ですね。ジェイク・ミラーは非常に開発チームでもえー、っとみんなが気に入っているキャラクターなんですけれども、えー、彼は本当に R.E. のヒストリーの中ではニューカマーにはなりますけれども、彼自身がえー、っと自分の お父さんが誰なのかっていうところで実は R.E. シリーズにすごく関わりがあってアルバート・ウェスカーという R.E. シリーズの中でも非常に人気のある悪役、まあクリスたちの宿敵だったっていうキャラクターが彼のお父さんになるんですよ。で、まあ彼のえっと血が非常にミステリアスな、えー、謎を持っててこの血が世界を救うんじゃないかというようなところをパートナーのシェリー・バーキンから教えられて突然 もう全然自分が予想してなかったと,ころから、えー、っといろいろな謎めいた敵であったり組織だったりに追われるようなストーリーが、えー、ジェイクのキャンペーンになっていきます。<music> えっとね、シックスのコンセプトで、えー、っとまあ群像劇っていう一個大きいテーマがあるんですけど実はもう一つテーマがあって「変化」っていうテーマでシックスのコンセプトが作られててその中の「変化」っていうのを非常に、えー、っと表現しているのがジュアボっていう新しいキャラクターになります。えー、このの変化っていうのははジュアボは プレイヤーから攻撃を受けていろいろなさまざまな形になっていくんですけれどもこのさまざまな形になっていくのがビジュアルだけじゃなくて戦闘の中でも変わっていくっていいくうのが非常にに大きいポイントになります例えば、えーっとまあ、本当に銃を持ってたジュアボがいたとして最初は遠距離で戦闘してるんだけれどもダメージを受けて腕がカマになった瞬間にこのジュアボはどん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 接近した攻撃でプレイヤーにプレッシャーをかけていくというようなところが非常に大きいポイントでさら、まあ、にそこの 次にもっとこうダメージを受けると全然こうジュアボって呼んでももう呼ばなくていいぐらい違う形の美容 W にさなぎっていうものを経て変わっていくので本当にそこら辺は魅力的なキャラクターで変化っていうコンセプトが表現できてるかなと思ってますもうまさにその通りです <laughs>。 新しいシーバイラスによってできる新しい BOW であっちます。<music> えっとそうですね、まあ本当に鋭い質問だなと思うんですけれどもこのやっぱりネオアンブレラっていうのが非常に今回の6のえー、っとまあ本当に、まあ、謎大きい謎の一つではあるので、えー、っとこれをいろいろ説明するとなかなかこう。 言をする楽しみがなくなっちゃうんであんまり言いたくないんですけど一つだけ言えることは本当にこの C ・ワイラスがどうして誰の考えで広められたのかっていうところを、えー、とこのネオ・アンブレラっていう組織、えー、と会社ではなくて組織なんですけれどもこの組織が、えー、とその非常に深く関わってるんだっていうところは、えー、と今のところお伝えできる全てかなと思ってます。 えっとですねもう本当に何で変えたのっていうのは僕もディレクターにいろいろ聞いてそこまでやる必要あんのって思ったことも昔はあったんですけれどもやっぱりああるる程度納得力のある、えー、と設定にはししたいいねっててう話をしてたんです、ね、なんで体力メーターとかっていうのをどうやったらみんなにそのキャラクターごとの納得度を持たせれるのかなって 考えた時彼らが持ってる PDA とかスマートフォンとかその情報端末がもしかしたら HAD っていう表現とコネクトできた時に各キャラクターごとに面白いそのデザインとかアイデアっていうのが生まれるんじゃないのかなっていうところがディレクターの考えとしてあったので今のような形になってます。ちなみに お話のストーリーごとにそのジェイクは最初すごく古びたハッドを持ってるんだけどあのスマートフォンを持ってるんだけどその後でそれ,それがなくなってすごく新しい別のスマートフォンじゃないけどもその情報端末を手に入れた時に彼のハッドも変わっていくっていうところで彼が置かれているシチュエーション自体にも、えー、とすごくつながっているような演出はあります。 えっとですね、さっきも話したけれども戦闘スタイルがどんどん遠距離から近距離に変わっていくっていうようなところもあるんでもちろん銃っていう攻撃の選択肢もあるけれども、えっと、近くにどんどん敵が来た時にどうやって彼らが対応したらいいのかっていうそのゲームとしての楽しみの振れ幅っていうのは僕らも用意したかったっていうので、まあ、すごくアクションっていうのは一つ重要なポイントだとは思ってました。でやっっぱりバババイイオハザードってサバイバルあ レジェントイビルってサバイバルホラーであり、えー、っと本当に普通のサードパーソンとはちょっと違う、えー、っとアクション的な部分も非常にみんなに魅力的に思ってもらってるっていうところが僕らとしても、えー、っと嬉しいしもっとここを強くしたいなと思ったので、えー、そういうふうにしてます。スタミナゲージどうして入れたたのっ,て言ったら本当に のの数をコントロールしななががらここで使った方がいいのかなどうしようかなっていうのを考える楽しみっていうのがやっぱりレジェントビルにあってそれが近接なアクションもいろんなバリエーションとかいろんな強さを持たしているけれどもどうやったらこれをリソースコントロールさせることができるんだろうっていうアイデアからスタミナゲージっていうのも必要だねっていうような考え方になってます。 えっとねそこら辺のデザインについては僕らはみんないろいろなプレイヤーが楽しみ方はあるなっていうところはずっと考えてました。でその中で銃を入れ替えながら自分のスタイルを考えてくれっていうような提案をしたタイトルもあるし今回は「銃は全然全て選べますよ」。けれどもいろいろなプレーの仕方でえー、っであなたのスタイルを見つけていってくださいっていうようなところの 提案の仕方もあるよねっていうところを非常に重要に考えたから銃はまず全部手に入るし全部手に入ったた。銃をを使いい分けるることとができるっていう選択肢を用意しましまその中で1個重要なのが今回スキルシステムっていう新しいシステムを用意しててこれは本当に銃の入れ替えと似たような感じでゲームの最初にどのスキルを自分にこうアタッチするかっていうのを最初に用意して。 そここからゲームに入るるとというところがあるので、まあ、今回は10っていう部分ではないんだけれども今までの,その考え方に近いような別の切り口でアイデアを足してみんなのスタイルを、えーっとまあ、選択できるような幅を用意しています。<music> そうです、えーと。4つのストーリーをクリアする時に毎回同じスキルなのに別のキャラクターでアンロックするのってすごく面倒くさいじゃないですか。なんでそこら辺はよ、まあ、よくどううしして銃をカスタマイズできるように今回しなかったんですかっていう1個の答えに関してはやっぱりある銃だったら別のキャラクターも持てない銃があったりもするんですけどスキルの場合は使い回すことを前提に考えてるんでスキルっていう考え方キャラクターにちゃんとアタッチするっていう考え方にしてるっていうのも大きなポイントです。 えっとですね MT フレームワークの、えー、とまあ1点台を5は使ってたんだけれども MT フレームワークの2点台を、えー、と6はえー使ってます。で、えー、とまあテクニカル的に何が大きく違うかっていうところは、まあ、非常にリアルタイムにものが、えー、と変わっていきたいっていうのは、えー、とまあゲームのコンセプトとしてあったので、まあ、光でもえわ、ー、っと できる限り止まった性的なライティングではなくって、えー、と動的な環境が変わっていくことに対応した、えー、ライティングを心がけて、えー、まあテクニカルの部分ででは盛り込んでますでビジュアル的な一個のコンセプトの一つとして今回佐々木ディレクターが非常に重要視したのがよよりファイブよりは空気感をそこにいろいろな地域に行くんだけれどもその地域ごとに持ってるまあ本当に湿度だったり えとまあ、もしかしたら温度だったり明るさだったりもするんだけれどもそういうものが本当にゲームを通して感じれるようにするためにはどういうような、えーとまあ、エフェクトがいるのかライティングが背景がっていうようなところを、えーとまあ、5以上に本当に重要なポイントとして考えて、えー、とビジュアルを作っていってました。 必ずそうでなななけければいけないとは思ってないですえっ、ー、と一応まあ僕らの方でも今までこう R シリーズそんなにこう激しい、えー、とシチュエーションっていうのがなかったっていうのはもちろん知ってたしそういうふうにしてたっていうのもあるんだけれどもやっぱり今回、まあ、ドラマチックホラーっていうような言い方でホラーはもちろんホラーなんだけれどもいろんなあの まあエンターテインメントとしての楽しみ方をユーザーに提供したいなって思う中でもちろんすごくこうシリアスでスローペースで、まあ、ダークなホラーな部分ももちろんあるし、まあ、派手なシーンもあるしっていうそのコントラストがトータルで最後までプレイした時にはやっぱりでもこれはホラーだったねって思ってくれるようなバランスを意識しながらでも飽きさせないようにえとやっていくためにはどうしたらいいかっていうので結構いつもよりは多めに 盛り込んでますでもこれは必ずしも今のトレンドに対しての答えかどうかっていうのは僕らも分かってなくてこれは本当に6をみんながプレイしてくれた時にまたいろいろなコメントのフィードバックをもらえると思うんでそこからまた僕らは次の新しいチャレンジを考えていこうかなと思ってます。 そうですね。えー、っと、ドラマチックホラーにパズルがないあのないかって言ったらあるんですよ。で、ただどのストーリーラインにもどのキャンペーンにも必ずこのパズルがなければならないっていう風には実は思ってなかったです。まあ、レオンにはえー、っと頭とそのアクション、まあ、こう狙って打つっていうようなアクションを使ったような混ぜたえー、っとパズルは入れましたし、逆にクリストジェリックはほとんどなかったですよね。 でもエイダのキャンペーンはエイダのキャンペーンでもうちょっとこうトラディショナルなバイオの頭をよく使って別にあんまりこうアクションは必要ないようなパズルも用意しているのでやっぱり4つのストーリーがあることが一つの僕らとしては R6 の強みだなと思ってるんで各々ののキャンペーンの中のカラーを分けていくっていうところでパズルの要素も分けていってます。 あんまり、ね、こう何かにインスピレーションを受けたっていうのはあの本当に意識して何かここからネタをこう使おうとかっていうのは、まあんまりなかったんですけどやっぱりあの海外で言えば非常に、まあ、デートスペースとか本当にあれですね「まあ、アンチャーテッド」とかもやっぱ見たしなんだろうな「もうアサシン・クリード」も「ゴール・オブ・デューティー」も。 あのまあ、日本で言えばメタルギアソリッドもみんなすごくゲームが好きだしそういう部分の,あの他の開発チームがどういうマインドでものを作ってるのかっていうのはすごく興味を持ってるのでいろんなゲームをやってますでそういう中でユーザーの反応も見ながら、えっと、どういうのがみんなは好きでどういうアイデアが本当に今クールなのかっていうようなところは、えっと、考えてたので、まあ、それをインスピレーションですって言われたら。 まあそうなのかもなとは思うんだけれども本当にこうちょっとすごくこう本当にいろんな映画とかいろんなゲームは見てるんでどれか一つっていうのを言うことはちょっと難しいですねちなみに僕はすごく「28日後」っていう映画が好きなんですけど。 めめちゃめちゃゃいろんなゾンビ映画とかホラー映画見てる中で、まあ、一番マイイフェーバーというのは28日後なんですねで今回レオンの地下鉄のステージで地下鉄にライトアップされたゾンビたちがこうワーッとこう出たところがすごくこう28日後を見た時のシーンに近くて個人的にはすごく嬉しかったんで、まあ、チームの誰かがそこを入れてくれたんですけどこれってフューチャーしたのかなとか逆に自分の中でもこう疑問になるようなポイントもありましたよ。 いや逆にね僕もこの間見て似てるなと思ったんですよ。作ってる時は3年前ぐらいからいたキャラクターなんで全然僕らもそれを知らなくってなんかちょっとこう嬉しい反面ああ何だろう,こうみんながこう考えるそういうダークで怖いクールなキャラクターってちょっとやっぱ近づくのかなっていうのを思いましたね。 これねレオンでもクリスでもジェイクでもなくて僕のマイフェイブラリってはピアーズっていうキャラクターで <laughs> もう本当にメインの,その主人公の中でいえば僕は一番ジェイクが好きです。 やっぱりニューカマーっていうところもあるんだけど、彼のちょっとしたこうダークな部分っていうのが、新しい RE の中で本当にいいエッセンスになってるなっていうのはあります。でも、本当に7人全員、今回主人公の一人っていうふうに僕らは思ってて、この7人の主人公の中から誰を選ぶって言われたら、僕は迷わずピアーズを選ぶんですね。でこれ、なぜかっていうと、ピアーズはすごく今回、ニューカマーの中の一人ではあるんだけれども。 めめちゃめちゃゃいいやつでこいつが最後にクリスのストーリーラインでまあどういうような結末を迎えるのかっていうところをみんなにちゃんとこうプレイしてもらえたら本当にこに僕が思ってる「いや好きなんですよ」っていう思いもちょっとはこう理解してもらえるかなと思うんでみんな是非ジェイクだったりピアーズだったりをプレイしてみてほしいなと思ってます。